ありがとうございます。はいはい、まあ、こんな感じでいいでしょうか、ね、はい、大丈夫です、大丈夫です。ちょっとなんか、喋りますか、うん、使える部分が出てくるかもしれないですけど、うんうん、そうですね、そこは回ってきました。そうですね、あと気がついたのは、リフォームされた場合は、はい、大体この 4LDK フルリフォームでいくらぐらいかかるんですか。一番最初に私がこの現状というか来た時に、ゴミを撤去した後に来たんですけれども、その段階で大体の概算で250万くらいから250から300万くらいって言われたんですよ。で実際正式見積もりで結構ゴリゴリにやる感じで見積もりを出してもらったら430万って言われましたね。430万ってあったらちょっとした地方の戸建ての家が買えちゃうんじゃないですか、はい、そうなんですよ本当にそんな感じでいや実はこのマンションの中の、別の部屋も以前トイレとか配管が一回入居者のミスからで詰まっちゃったことがあって、でそこから別の部屋で実際汚物が逆流しちゃったってことだったんですよ。でそれも結構大変なことになってしまって、ほとんど電話のインターホン以外ほぼほぼもう変えなきゃいけない状態になってしまって、すごい金額の保険が実は降りたんですけども、うん、で部屋の中はめちゃめちゃ綺麗に直したことはありました、うん、あそっか、うん、うち排水管洗浄もプロの知り合いますよ。その時お願いすればよかったですね。ただその時も、ね、びっくりしたのがお米、はい、米がですね 2〜30キロ分ぐらい出てきたって言ってました、ね、排水管から。そうだ、トイレから多分入居者が流してたんですよ。それは普通の精神の持ち主ですかねただ誰か分かんないんですよね、この入居者の中に。どの部屋かは分かっている。いや、どの部屋かもが分からない。ああ、それは困りますね。そう、そんなハプニングが一回ありましたね。米が、うん、もしかしたら古くなって捨てるのがマンションで、うんうん、上の階の人は出しに行くと重いから流しちゃえってことだった。そう、流してしまって中で膨らんじゃって詰まって。ああ、そっか、膨らむのね。そう、だからもう信じられない量が出てきたって言ってましたけど、うん、ただそれ大丈夫なのかなと思ったら保険会社が対応してくれたんですよ。あら、その時も実際のところリフォーム費用が500万ぐらい、ええ、だからどこかの部屋は室内ピカピカなところが新品ですか。そうです。あ、ということは上から配管が落ちてきたということは、うんうんうん、上の人でしょ、その住んでる人よりも上の方の人が何か足でやっちゃったわけでしょ。多分そうですね。そこより下の人は物理的に水は下に、うんうんうん、そうですね、多分2階か3階かの人だとは思うんですけれども、うん、その時は私が管理会社に全部お願いしてたので、うん、その現場見てないんですよ、うん、全部その手続きもやってくれた関係もあってすごく助かってはいるんですけども。なるほどね、まあ、いろいろ物件を収集してると大変な面もありますね、うん、そうなんですよ、賃貸っていいことばっかりでもなくて、まあ、そういう時本当保険ってやっぱありがたいなとは思いますよね、うん、もし入ってなかったらと思うとゾッとします。まあそういう時はぜひお掃除依頼してください。そうですねはい、お願いしたいです、はい、まあ、もしまた私がいるときに来て撮りたい作業、はい、途中経過などあれば、うん、またその時に撮ってもいいかもしれないですね、はい、昨日電池があと 8% 切りましたね。ちょっと取り行った。はい、ありがとうございます。電池交換しないといけないな。